Okay, now begin. 今夜のテーマは下本まさみ全ステージチャレンジスペシャル。今日はいっぱい出てもらいますからね。マジで、はい、脱いじゃっていいんですか。まさみがデロの世界で大暴れ。一人にしないで、お願い、一人にしないで。チャームポイントの電波に危機が迫る。歯が刺さる、歯が床に刺さる。完全密室から脱出できるのか。マチャミをサポートするため魔女たちの22時からお姉コンビが登場。仲いいんですか。仲良し、はい、もう22時でいないと言われて、こんなで人だけ女が混じってます、誰でしょうか、はい、これ難しいな。さらに現役大学生でもあるイケメン新人俳優大野拓郎も参戦。はい、どのタイプが好きですか。早いなこれ。久本さん、結構久本さんが、うわ嬉しい。いいですか。ごめんなさい、もうすでに想像妊娠しちゃった。いやいや、こんな番組見たことない。密室謎解きバラエティー脱出ゲーム。本日最初のステージは石像の間。挑戦するのは魔女たちの22時から大の仲良し3人組、久本雅美、春田愛、小倉健一。長細い部屋の奥には不気味な石像が。そして足かせをはめられ動きを制限される。いや怖い、やだ、お願い、怖いよ、お願い、優しくして。オスの匂いがしたら捕まるなってるんだ。3人仲良く力を合わせて脱出を目指せ。あ、扉が閉まっちゃった。目隠しを外してください。いやいやな、なにこれ。いや見たことある、見たことある、私も見たことある、これ。なにこの3人のスリーショット。いやようこそ石像の前。出た。今日はお姉3人の挑戦ということでよろしいですね。ちょっと3人、そう、違う、3人じゃないわよ。それだけちゃんとした女性だから、ほんとギリギリ、難しい。誰誰誰、はぁー、邪魔だよ、ほんとに。いや、一個一個鬱陶しいな、うん、やかましな。まあ、とにかく3人仲良しということで、この部屋から脱出するためのルールを説明しましょう。この後、恐ろしい石像が動き出します。捕まったら引きずり込まれ食われてしまうのでお気をつけください。3つの扉に仕掛けられた謎を解き、全ての扉を開けて目の前の石像停止ボタンを押せば脱出成功です。ちなみに石像の腹を押すと、押した人を引きずり込んでしまう代わりに時間を稼ぐことができます。自らが犠牲となり他の人に生き延びるチャンスを与えることができるのです。さあ、では参りましょう。幸運を祈っております。バイバイと、バイバイ行っちゃったよ。それでは、うつ伏せに寝てください。いや、もう嫌だ、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 ちょっとスカートなんだけど、嫌だ、ちょっと待って、パンツ見えちゃうかも、嫌だ、怖い、怖いよ、移動向き、3、2、1、0。第一の扉、逆さ言葉クイズです。片方から読むと海の生き物、逆から読むと価値が下がることになる3文字の言葉を並べなさい。いや、いや、いるか、いるか、か、え、違う、逆は価値が下がる、違う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 、いくらや、いくら、いくら、はい、いやいや、え、ちょっと待って、クジラもできるよ。やだやだ、クジラ、はい、クジラ、やだやだ、いいよ、海の生き物でしょ。さりゃ、火事がさらってどういうこと。来てるよ、来てるよ、どうする、やだやだ、イルカ、イル、イクラ、イルカ、イ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 カ、違う、イカ2文字、3文字って言ってる。やだ、違う、来てるよ、後ろ、ちょっと待って、やだ、怖い、怖い、何があるの、何がある、クラゲ、クラゲ、
の扉、穴埋めクロスクイズです。上下左右4つの言葉ができるように四角を埋めなさい。え、4つの言葉、機関車、いやいや、機関車、関、うん、あ、季節、季節、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 違うの、違う、いやー、わかんない、結構来てる、後ろ、間髪、あー、パッツ、パッケー、パッツ、違う、いやだ、あき、なんだ、き、はぁ、き、かん、どこで意味わかんねん、あ、てか、き、きの、あ、き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 、そう、うん、うん、やだ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 、石像がデジャーゾーンに突入。このまま赤いデッドゾーンまで入ってしまうと全員まとめて食べられちゃうぞ。さあ、仲良し3人組の最初の犠牲者は誰だ。誰か、誰か言って、誰か言って、誰か犠牲だろうって考えへんのか。やだ、私もだめ、犠牲だ、私、小倉さん脱出失敗です。やばい、いや、うわ、絶対美味しくないよ。おぐね、お望み通り美味しく食べられ最初の犠牲者に。これやばい、もうあれ次ダメだぞ、あれ次やった。しかしおぐねのおかげで3メートルも余裕ができた。仲間の犠牲を無駄にするな。上下で4つの言葉でしょ。はい、か、き、き、き、え、待って、ゆう、はぁ、わかんない、結構 やりましたよ、もう。き、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 つ、き、つ、わかんない、きつい、きつい、言う、わかんない、え、わかんない、き、き、きせ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 い、きせい、はぁ、やった、きせい、あ、いや、もう勘でてるもん。おねえの勘で2つ目の扉を突破。残る扉はあと1つ。おめでとう、頑張ったな、頑張ったな。第3の扉を開けるには有名人名前並び替えクイズに3問正解しなければなりません。第1問、全ての文字を使い有名人の名前になるように並べなさい。クマ、アリクマ、アリ、あ、いや、アリ、チキ、クリク、チクチ、キクチ、キクチ、キチ、あ、あ、あ、マ、マリア、あれ、マリア、あ、あ、でもあがあるわ、あれ、待って、キク、有名人、キ、キク、キクチやマリア。誰やねん、もうだから考えなさいってちょっとぐらい。違うな、いや、どう、え、どういう意味、僕は、なんかでも、町、町や、あ、いや、いや、いや、マク、マク、マク、あ、違う、マクや、違うんだ、有名人だろ、マキ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 、え、やだ、やだ、やだ、どうする、姉さん、どうする、姉さん、あの、どうする、姉さんの先に時間が、私なんか先に時間が、でも、あたし時間を過ごさせて、仲いいんちゃうの。一見、お姉同士の醜い争い、ところが、いや、私でも問題できんから私行く、あたしほんと、あたしアホやねん、ほんまやね、ほんまアホやねん、あたし行く、あたし行く、あーあー、いやいや、できへんのに、でもできへんから問題、ひらのく写真、同じく写真、同じ、同じ故郷、あ、頑張るからね、なんでないじゃん、じゃあね、この後食べますよ、どうしよう、いやいやいや、恐ろしい顔やった。春菜さん脱出失敗です。お姉同士の涙ぐましい熱い友情を見せた春菜愛、脱出失敗。
くり山ちあ栗山千秋。うそ。第2問、すべての文字を使い有名人の名前になるように並べなさい。いじゅう、いん、ひかる、ひかる、はい、よっしゃ、ひかり、めっちゃ早いやん。もう一問。一人になった途端、女の勘がさえ渡り、二問連続正解。残るはあと一問。きた。第三問、すべての文字を使い8文字の有名人の名前と3文字の取るものになるように並べ替えなさい。取るもの？わたなべ、8文字の4文だ。1、2、3、4、はんた、わたなべ、これはいい？ついに積層がデンジャーゾーンに突入。しかし脱出まであとわずか1問。しかも今並んでいるどれほとんど正解だぞ。 OK ナビゲイ。取るもの何？新聞から？渡辺？いやもう角度が赤まで来る。渡辺じゃないな。イラカ。痛い。どうすりゃいいのこれ？これどうすりゃいいんだ？デッドゾーンに達しました。痛い。これどうすりゃいいんだこれ？なんて言えばいいの？どうかイケメンと出会うようにあの世でお願いします。久本さん脱出失敗です。ちなみにただいまの問題の正解は渡辺陽一とカメラでした。ある意味3人仲良く飲み込まれ脱出失敗。よって獲得賞金ゼロ。本当仲いいんですか？仲いいよね。いや、あんたが行けやみたいになってましたよ。言ってませんでした？そんなことは言ってたね。続いては爆弾の間。挑戦するのはもちろん久本雅美、そして春菜愛、ゼロ初登場よい子有野と今年デビューしたばかりの新人俳優大野拓郎と、ここで入室を拒む女性が一人。しないでお願い。一人慣れてるでしょ。チームワークが求められる爆弾の間、4人で協力して脱出に挑め。やばい。ようこそ爆弾の間へ。このステージでは爆弾が仕掛けられた4つの部屋にある起爆装置を4人で解除しなければならない。それぞれの部屋にはニッパーと通信機が、この通信機で仲間との会話が可能となる。さあみんな聞こえるかどうか確認して。誰？上田彩です。あ、木村カエラです。俺勝海舟です。坂本龍馬です。出た。最悪の合コンの幕開けみたいになりましたからね。さあ久本さん、はい、緊張してます？一人きりなのがめったにないので寂しいです。しょっちゅうでしょ。はい、すいません。さあ大野くん、はい、緊張してんじゃないの？すごい緊張してます。
今いくつだっけ？今21です。21。かわいい。京田です中のストライクゾーンなんだけど、ちなみにお母さんの年齢は？52です。同年代、びっくりまさかの同級生。さあということで、皆さん、この部屋から脱出するためのルールを説明しましょう、はい、この部屋から脱出するためには爆弾につながっている3つの起爆装置を解除する必要があります。正解と同じ色のコードを切れば解除成功。ただし間違ったコードを切ると、その爆弾の小型爆弾だけが爆発し、仲間が1人ずつ減っていきます。そして残り2人になった時点で間違ったコードを切ってしまうと、中央の大型爆弾が作動し、2人同時に大爆発してしまいます。やだー、めっちゃ怖いんだけど。怖いな。大丈夫です、僕が助けます。助けてー。もうちょっと俺の権限で王のとこ爆発してくれさあ、いよいよ爆弾解除開始。え、何これ、何これ。爆破タイマーが作動しました。このタイマーがゼロになった瞬間に部屋は大爆発。その前に3つの起爆装置を解除せよ。いや怖い、早く早く、何これ。オープン、開けんのか、開けんねんな。矢印回してるよ。4人のコードの色はそれぞれこのように振り分けられている。レベル1の問題です。文字出たよ。次のうち2010年3月時点で日本国内で最も普及率が低いものを一つ切りなさい。ちなみに一番低いものの普及率は 64.5% です。普及率って 64.5% を探すんでしょ。そうね。どうもみんな、絶対に携帯は絶対あれでしょ。携帯一人何個か持ってる場合もありますもんね。持ってる。ほんならデジタルテレビどう？一番低いのやろ、普及率が。でもパソコンも低いんじゃないですか。いや、パソコンはすごいね。みんなやってますって、今ちっちゃい子もみんなやってるもん。地デジとく？でも来年ですよ、もう。チューナーで地デジ見れるっていうのもあるじゃないですか。そうか。ほんなら。僕のまんまの人もいるかもしれないです。ほんなら地デジく？テレビく？でも、みんな買ってるようなニュースやってたようなな。なんで、のんびりしてる場合じゃなくて時間だんだん減ってきてんねんで。あんたの時間も私の人生の時間も減ってんねんから頼むわ、ほんとに。その辺大事やねん。ルームエアコンとかどうなの、季節的とかそういうことを考えたら。ああ、今年の3月ですね。夏来てないからね、普及率低いかもしんないですよ。だからルームエアコンまでそんなに頑張ってないかもね、みんなね。でもね、準備するんですよ、みんな。春に。どうする？あと、引っ越し？え？引っ越し3月あるじゃないですか。あんた、あるある。で、新しいテレビを買うか、エアコン。そしたらテレビでしょ。あ、じゃあ青じゃないですか。ほんならルームエアコンやんか。嘘、私やん、嫌だ嫌だ、ブルーは嫌だ。青だね。ちょっと時間ないでどうする。ブルー私。あ、じゃあ青切ろう。嫌だ地デジかルームエアコン。エアコンでしょ。ルームエアコンかな。赤やっても早く、時間がないから。ほら、どうするルームエアコン。ルームエアコンもぐっと考えられんねんで。芸歴の長い久本さん言って、もうキャプテン。言うとくよ、決定権がないからずーっと独身のままよ。ものすごい優柔不断やからね。とは言っても時間がない。ここで、まちゃみが決断を下す。じゃあ、わかった。じゃあ、私はもうこの、ルームエアコンにします。熱中症がまだあるやったら。嫌だ、これ。ルームエアコンで行って。ほんまに？お願いよ、来て。ほんと？お願いします。嫌だよ。お前、おっさんか、ほんまにも。ほんと爆発するかもしれんじゃん。行く？行く。行って。ほんと？ルームエアコンじゃん。お願いします。3月やもん。いや、俺、あかんと思う。いやー、怖いよー怖い。久本の決断を信じ、春菜が青のコードをカット。間違いなら自分だけ爆発。果たして？ごめん。春菜さん、脱出失敗です。ごめん。やっぱ悲痛の叫びも虚しく、春菜脱出失敗。爆破まで
残り時間4分です。ほんなら血出てちゃうの。いやいや、絶対嫌や、あんなんなんの。僕嫌です、着るの。あんなんなんの、血出ちゃうの。血出ちで正解すれば。うん。でも、血出ちって、テレビでしょ。それだったらパソコンのが低いと思いますよ。パソコンってだってずっとみんななんかこうずっとなんやかんや言うて買うてはるやんか。チデジチデジ、あのホテルとかでもまだ穴黒やったりすんの。穴黒、その何や言うてるか分かれん。穴黒って何ですか。アナログですね。それ穴黒ってアナログや、アナログやったやん。時間ないから、あかん、時間ないね。行きますか。行け。うわー、怖いわー、これ。行け。大丈夫です。いきますよ、お願いします。最後までパソコンと主張した有野だが、果たして正解か。うわ、パソコンや。有野さん、脱出失敗です。嘘やん。自分の主張を押し通せなかったアリの脱出失敗。残ったのは久本とイケメン大野の2人。ここからは間違えると2人同時爆破。果たして、どうする。じゃあもうこれパソコンしかないんじゃないですか。いやいや、怖いやん。携帯電話絶対持ってますもん。お前って意外と冷たい男や。いや、2人で生き残りましょう。その言葉いただいた。はい。いや、ほんまに真に受けるから言うたらあかんのに。行くよ。はい、お願いします。行くよ。はい、死ぬ時は一緒です。いや、ちょっと待って、その言葉忘れへんよ。なんなん、受けた。怖い。一つ目の起爆装置解除成功です。残り2分を切ったところで、ようやく1つ目の起爆装置をクリア。時間はないけど慎重に考えろ。税持ちすぎてたか。次の起爆装置を解除してください。アタック、あ、ほんまや。次出ました。いや、ダメ、2人きりや。レベル2の問題です。次の行為を1時間続けた場合、消費カロリーが低い方を切りなさい。ちなみにそれは料理をした時と同じ消費カロリーです。これでも、あの、僕が思うに引っ掛けじゃないかなと。どういうこと。あの、洗濯物干すってやっぱ大変そうじゃないですか。うん、大変や。でもそこを引っ掛けで、実はアイロンかけですよ。その意見に賛成する。違うって。もうそんな、あ、もう時間がないんで。分かった、じゃあこれ行くよ。大丈夫ですか。私もそんな気がする。私覚えてるよ、死ぬ時は一緒って。はい、一緒です。よし、意外と私式が近いよ。初老やから。行くよ。はい。いや、怖い怖い怖い。来た。イケメンの言葉を疑うことなく久本がカット。果たして解除なるか。何してんねん。大野さんと久本さん脱出失敗です。ちなみにただいまの問題の正解は洗濯物を干すでした。久本、若い男の言葉に騙されあっけなく2人同時爆破。よって獲得賞金ゼロ。2問目に終わるってどういうことですか。マジで2問目なんだ。早いな。1問目で2人消えてますからね。ちょっと待って、1問目何やったっけ。1問目何でも問題忘れてるんですか。普及のやつですよ。パソコンってすぐ分かりましたよ。パソコンやな。パソコンか言うたらええやんか。有野が、いや、有野さん言いました。いや、有野さん、いや、言ったからもっと押してくれたらいいのに、全然聞かんと男前の意見ばっかり聞いて、すぐ姉さん便乗すんねん。あのね、ええ男が言うた。問題にもこいつにも引っかかっちゃった。ほん、続いてのステージは砂の間。このステージは久本雅美が一人で挑戦。何すんの。一人にしないでお願いだから。一人にしないでお願いだから。お願いだから一人にしないでお願い。怖いってば、ほら、一人にしないで。お願い、一人にしないで。ない、ない。いや、なんで格好させるの。
隠しを外してください。あ、怖い。めっちゃ怖いや。ようこそ砂の前。めっちゃ怖い。怖いでしょ。めっちゃ怖い。ただ一番怖かったのは直前にもう男だったら誰でもいいって感じでうちのしもべに抱きついてる姉さんの姿が何よりも怖かったですけどね。今僕の横でうちのしもべが小刻みに震えてるんです。全部魂吸い取ってるからなお前ら。なんでしょう、本当に吸い取られそうなんですけどもさあまっちゃんさん、はい、中にお入りください。このステージで出されるクイズは6つのヒントからそれが何かを当てるというもの。体が全て埋まる前に4問正解すれば脱出成功となる。あー、この砂がせめてハードの形だったら。いえいえ、それ10代のアイドルが言ったらギリ許されるやつです。あれダメですか、熟女は。ダメです。熟熟女はダメです。熟熟女というのはどうやってはっきり初老って言ってください。それでは橋を引き上げます。自称初老の久本雅美、その豊富な人生経験を生かしチーム初の脱出成功者となれるのか。体が沈み始めます。え、本当だ。ついに体が沈み始めた。完全に埋まってしまう前に問題に答えよ。では最初のクイズです。私は誰でしょう。よくちゃん付けで呼ばれます。ちゃん付け、金ちゃん。人気グループの一員でした。誰だろう。ふっくんやっくんもっくん、あれだな、人気グループ。みきちゃん、けいちゃん。日本武道館で100回以上コンサートをしています。あれ、みーちゃん、けいちゃん。誰、かずちゃん。ビールの CM に出ています。ビールの CM、 ビールの CM、 ビールの CM って誰出てた。何ちゃん。現在61歳です。61歳。菅原文太さん。菅ちゃん、違うか。決めセリフはよろしくです。えんちゃん。正解です。もうだ、怖い。そんなに。続いての問題です。私は誰でしょう。どんどん入っていってるよ、もうどんどん入って。数々のヒット曲を生みました。ヒット曲、ピンクレディ、キャンディーズ、グレー。私は教科書にも載っています。ユイミン。耳がよく聞こえませんでした。耳がよく聞こえてない。誰だ。耳がよく聞こえてない。ベートーベン。よし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 。おー、すごい。あと2問。続いての問題です。私は誰でしょう。色白です。色白、久本雅美。あとで藤あや子さん。柔らかいです。柔らかい、羽毛布団。配信できよ。誰、柔らかい、正解です。うわ、あと1問いける。いけますね、いけますね。なんと見事な推理力でここまで3問連続正解。しかしすでに首まで埋まってしまっている。脱出まであと1問。果たして。私は誰でしょう。誰、白髪頭です。白髪頭、誰。浦島太郎。ヒゲを生やしています。ヒゲ生やしてる、白髪頭でヒゲ生やしてる。ノーベル賞を受賞しています。福沢諭吉。誰だ。物理学を専攻しています。あ、誰だ、アインシュタイン。ステージクリアです。え、クリア、やったすごい。やった、これはすごい。うん、そう、嬉しい。脱出成功、おめでとうございます。一人きりだとなぜか大活躍する久本雅美、一人分の賞金獲得。これ辛いの、わし辛いの。もう胸の中いっぱい玉入っちゃって、どれが乳首か分かんない。本当にもう取って、取って、ウミガメの産卵か、ほんまにもう。やったー、やったぞ。めっ
ちゃかっこよかったやつ。マジで？かっこよかった。大野くんが言ってましたかっこいいっつって。なんだなんだ、もうだっていっぱいまだついてんだね。一人取れないんだ。取ります。ありがとうございます。あーあー砂に引っかかった。ない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 。続いてのステージは天井の間。久本雅美が亮と有野を従え脱出を目指す。室内には脱出への鍵となるさまざまなアイテム。この部屋で3人は壁につながれた鎖で動きを制限される。何が行われるか分からへんけどこれ、はい、あ鍵も鍵閉まりましたよ。目隠しを外してください。何これ、これどういう状況なの。へえ、何やここ、バラバラに開いてるやん。ここか。この部屋から脱出するためには室内に隠された謎を解き明かし3つのボックスを順番に開けなければなりません、はい、なお仲間から30秒間だけヒントをもらえる命のテレフォンを一度だけ使うことができます。これそれでは脱出を開始してください。もう始めた。あ、始めた。あ、始まった。始まった。開けてください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 。もう開けますよ。やばい。もう早い。早い。あれこんなえ。早い早い。この天井の間では足元のプレゼント袋からすべての謎解きが始まる。はいはい。問題問題問題。何もう探しているやん。問題ですか。ボタンを押せ。ボタンを押せ。どこ。ボタン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 どこですか。ああ、だだだ。部屋の正面の壁に怪しげなボタンが。これはもちろん。あ、それ有野さん近いです。押しますか。押しますよ。はい。何これ。は？え？太陽が落ちる。太陽が落ちる。太陽が落ちます。太陽どういうこと？どういうこと？プレゼント袋から出てきた指令書の通り、壁のボタンを押してみると、なんと太陽が落ちてきた。さらに、もう一回押してみます。え？三。え？三サンタクロース三三太陽三三太陽三や三三がもう一回押してください。三が落ちる。あ落ちた。あ落ちた。あなんかいっぱい落ちた。三で三で三で三が落ちた。三が落ちた。三が落ちた。三が落ちる。どんどん落ちた落ちた。三が落ちた。何回落ちてますね。落ちすぎ。何回落ちたんですか。いっぱい落ちた。え三がみんな落ちてる。まだ落ちた。三が落ちてみろ。ボタンを押して落ちてきたのは3ばっかり。これが意味することとは、ひふみみみおちみおち三落ち三段落ち違うよな。三段落ちそれ違うな。三がない。三がない。三が落ちる。三はいやだけどいや落ちるじゃない。落ちるじゃないですもん。三段三段な目に遭う。三段三だけで三段な目に遭う。三で落ちる。散々な目に遭っているのは謎が解けないこの3人。しかしここで亮が重要な言葉をつぶやく。3が全部ない落ちてるんですよ。3全部ですよ。3がない。え3つなし。3 3なし。3し 3が落ちる。ない。3 3が落ちる。するとこの一言にサポートルームが反応。これだ。なんといち早く正解を導き出した。テレビの前のあなたは解けたかな。ここでちょっとだけヒント。落ちるを別の言い方にすれば謎が解けるぞ。しかし謎が解けないこちらの3人は3が落ち3が落ち3ない3ない3ない3落ち。電話使う。なんかあんの。なんかあんの。もう電話電話電話行こう。早くも使います。最高のタイミングで命のテレフォンに手を伸ばした。3もしもし。あ、タクちゃんわかる。落ちるって言い方を別の言い方で、うん、落ちるを別の言い方で。そうそうそう、うん、そうそうそう落ちる3ですよ。落ちる3落ちる 3, 落ちる 3, 落, ちる3落ちる別の言い方で落ちる 3, 落ちる3。うんそう。他は他は えどういうこと。落ちるの他の言い方にしてみて。落ちるの他の言い方で、うん、そう英語とかね。いろんな言い方考えて。日本語です、うん、日本語。あーうわー切れちゃった。切れた。ちょっと待って。ドロップドロップがどうした。ドロップドロップなんかないよ。3を別の言い方で。別の言い方で。スリードリップドロップ。3をそれとも、落ちるを。どっちを。落ちるを。落ちる落ちるってどういうこと。落ちる落ちる落下台。下る下る落落下落下落下さん落下さん落下さん。
落下さん。そう、落ちるさんの落ちるを言い換えると落下、つまり落下さんとなるのだ。落下さん、落下さん、あった、あった、1、1開けましょう、1番やった、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 ありとさん、意味分かった、やっと落下さん、そういうことですよ、そういうことよ。わー、遅かった、これは遅かったか、あれだ、よし、こっから、え、遠いまの連作、押しボタン押せ。続いてのボックスから出てきたのは問い魔の霊作という謎の暗号と押しボタンを押せと書かれたカード、さらに街中でも見かけたことのある押しボタンが。そこに押しボタンあります、お待ちください。これ信号や、ね、これ何すか、この歌何でしたっけ、何やったっけ、何でしたっけ、トーリアンセ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 、とえ、どういう意味、とりあんせ、としかない、もう一回押してください、やんせ、とりあんせ、ここはどこの細道じゃ、あ、とりあんせ、とりあんせ、青、何をとりあんせなんですか。押しボタンを押すと歩行者信号が赤から青へ。ちなみに流れているメロディーは謎解きと全く関係ない。信号が赤から青に変わるとどうなるかが重要だぞ。と今の霊作、赤、臭いレノマイト、止まれ止まれ止まれ、ここ止まれって入ってる、止まれ入ってますね、止まれ入ってるよ、なんかほら、おっと、それめちゃくちゃ重要だぞ。 OKナビゲー、止まれ止まれ止まれ、ここ止まれって入ってる、止まれ入ってますね、止まれ入ってるよ、なんかほら、止まれやから、止まれ、赤が止まれでしょ、止まれ、止まれが入った、止まれ止まれ、なんで止まれ、赤に、赤、止まれ止まれ、緑、赤、違うな、止まれ、赤、信号、信号、信号があって止まれでしょ、止まれってことは、止まれ、止まれが入ってるんですよね、入ってんの、ここに止まれが入ってんねん、これが気になんねん。さあここでマチャミが驚異の推理を見せる。ボタン、ボタン、ボタン押すと青、青、ボタン押すと通れる、止まれが、止まれが進め、止まれが、推移、スイスの、スイスの、スイスのハイジア、スイスの、スイスの名作、大正解。信号が赤から青に変わるということは止まれが進めとなる。暗号文の止まれを進めにするとスイスの名作となるのだ。棚にはスイスの名作アルプスの少女ハイジが。すげえ、ハイジア、姉さん、あった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 、すげえ、すげえ、よし、行きましょう、よっしゃ、すげえ、ゴキだ、ゴキだ、よし、なんじゃこりゃ、長時間正座すると土、小、王、皿。続いてのボックスから出てきたのは土、小、王、皿という暗号と長時間正座するとと書かれたカード。ここから4桁のダイヤルキーの数字を導き出せるか。長時間正座するとしびれる、しびれる、しびれる、しびれるってどういう意味、ちょっとどうなの、分からへんやんか、ど、土、小、王、皿、何これ、しびれると、しびれると、しびれると、立てない、あ、狭い天井、いやもう頭、うわ、しびれる、しびれる、しびれる、しびればっかり言うてたからな、狭い天井、違う、長時間正座するとどうなる、正座すると立てない、おっと、それ大ヒント、この謎のキーワードは立てない。暗号に当てはめると答えは出るはずなのだが、うわ、天井低い、危ない危ない、あかんあかん、危ない、姉さん、姉さん、うわ、姉さん、何か、待って待って待って、頑張れ、長時間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 、あ、あれか、土曜日、土曜日、月、火、水、木、土、何で飛ばしましたよ、もうパニックなりすぎですよ。
ここでまたもや行き詰まった。天井限界点まで残り55センチ。このまま終わってしまうのか。その時、これなんや、小さい、立てない、立てない、立てなかった。分かった分かった。2、8、3、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 
マチャミンナイス。立てないというキーワードから縦の棒をなくすと2832の4つの数字が浮き出てくる。早く早く早く、いや、ジャミーや、開いた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 今開いたっす、開いた開いた、ドライバー、早く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 、いや、ジャミーいた、早く頑張って、頑張れ、落ち着いて落ち着いて、大丈夫大丈夫大丈夫、ゆっくり、うわ天井すまない、大丈夫大丈夫大丈夫、あかん、天井が危ない、よし、早く早く早く行け、あるのだ、うわ天井、よっしゃー、開いた開いた開いた、何何、ボタンボタンボタン押しなさい、開いた開いた、何何、ボタンボタンボタン押しなさい、ボタン押しなさい、何何、向こうに向こうに行け、よいしょ、天井降下システム一時停止します。おー、よかった、頼む、来た開けた開けた、お疲れさー、疲れた、もう軽いわ、疲れた、ほんまに疲れた、いやいやいや、なかなか鋭い観察力で、よしよしよし、ありがとうございます。有田さん、はい、そんなに謎解いてます？いや、確かに正直確かに、もうちょっと戦力になるイメージだったんです。僕なんかあのムードメーカー的な、あ、単独やちょっとね、皆さんね、早く脱出して帰ってあげてほしいの、うん、それもね、大野くんがほらライオンの小屋に入れられたインパラみたいになってるからさ、猛獣がもうすごいのよ今、極楽よ、私も早く行って大野くんに抱きしめてもらいたいもん。なるほど、脱出したらきっとそりゃそうですよ、抱きしめてくれますよ、お願いします。ここからは最後の難関、ダクトチャレンジ。これから足の鍵を1人分だけ差し上げます。自由になった人がダクトの奥にある天井降下システム解除ボタンを押せば脱出成功となります。ただし仲間が天井に潰されてしまったら脱出失敗です。頼むね。そしてダクトの途中にあるヌルヌルのガラスをいかに容量よく開けられるかが鍵となる。それではダクト進入口オープン。いた、あそこいた、あ、いた、いた、誰が行く、誰が行く、やっぱ有野さんが一番近いから、あ、行ってほしい、あ、行ってほしい、えー、そこ姉さんでしょ、いや、無理無理、私もこれ以上、だって女だよでは、どれか好きなボタンを押してください。一人分の鍵が出てきますが、その瞬間から天井降下も再開しますので気をつけてください。では、頑張ってくださいね。と、そうか、俺行くって言ったところでこれ押してたやつや、どれかしっかりこれ考えても大丈夫、もう ABC のどれ行く、メイさん決めてください。有野さんの A 行く、行ってみます、有野さん A、はい、もしもの自分の時の、そう、自分の時のことも考えてから、まだ押してないですから大丈夫ですよ、はい、行きますよ、はい、お願い、向いて、せーの、よいしょ、誰有野さん、お願いします、いけ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 、うわー、落ちてきた落ちてきた、あかんあかん、急いでください、あかん、うわー、有野さんよ、よし、いける、よっちゃん、頼む、もう、うわー、狭い、うわー、雲の水やや、早く、あかん、俺、上、あかん、上を向きます、怖い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 、上向いたら歯に当たんねん、上向いたら歯に当たんねん、マチャミの歯の運命は OK、ナビゲイ、うわ、サッカーやこれ、いいね、あれだ、あかん、俺もうやばい、やばい、いいね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 、有野さん頼みます、姉さんの歯が、姉さんの歯が、歯が刺さる、あかん、の激走、しかし天井限界点はギリギリ、マチャミの歯を守れるのか、うわぁ、ヌルヌルや、とその時、うわぁ、なにこれ、ヌルヌル、どういうこと、間に合った、やぁ、わかんかった、天井限界点に到達しました、脱出失敗です、歯が刺さってる、歯なんだった、二人ぺったんこか、有
りの最後までいいところなく天井の間脱出失敗。よって獲得賞金もゼロ。いやー残念でしたね。なんかさもっと期待したんだけどね。がっかりですよ。あの上から目線ですね。申し訳ない。久本さんいかがでございました。いやでもね悔しいからね、うん、またぜひチャレンジしたいですね、はい、今度タクちゃんのツーショットもらって他のザコはいらないでしょ。そういう状況でも涼さんと有野さんちょっと嫉妬するんですね。嫉妬しますよ一応。なんやろね。なんやろ。ということで本日の総脱出人数は1人、したがって1人分の賞金を獲得。